どうもこちょこです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近はね、暑い日もまだ続いて、9月のもう20日に迫ってるのに暑いですけど、まあ引き続き頑張っていきましょうということで、今回の動画なんですけど、まあ、先月にね、先々月かに玉龍記に行ったんで、その時のまあ動画撮ってたんで、ちょっとそれを上げていきたいかなっていうふうに思います。で、これなんですけど、玉龍記に行くんですけど、まあ、まずはね、ちょっとこの日学校で大学の方でテストがあったので大学に向かってます。で、これは、自分が通ってる大学のキャンパスの周り、生田キャンパスの周りです。明治大学の生田キャンパスは、まあ、明治大学のね、理系のキャンパスが集まってるんですけど、まあここで近くの駅で新幹線の切符を取ってきました。新横浜から博多まで行きます。で、この日はもともとは飛行機で行く予定だったんですよ。なんですけど、ちょっとね、テストの時間が思ったよりも遅くて、なんとその飛行機の間に合わないということ、搭乗まで間に合わないということで、まあ、急遽新幹線を使っていくことになりました。ちなみにね、新幹線も、まあ、ギリギリだったんですよ。ギリギリなんですけど、新幹線ならまあ間に合うだろう、ギリギリ間に合うだろうってことで新幹線で行くことにしました。そして、まあこれは生田駅から、最初上り戸まで行って、上り戸から今武蔵小杉まで来たって感じですね。武蔵小杉なんですけど、ここから確か1本で東横線だっけな、で新横浜まで向かいたいと思います。で、これね、出発した時はもうこの時点で分かってたんですけど、出発した時はまだその次の日、玉龍記2日間で乗車は行われるんですけど、まだ次の日に残れるか分かんなくてっていう状態で出発してるんですけど、まあ、さっきの上り戸駅で、お、次の日残れるやんってことが判明して、まあ、安心して福岡の方に向かっているわけなんですけれども、で、これは新横浜駅着いたって感じですね。新横浜駅は、まあ、新幹線の乗り場なんですけど、まあこの時ね、なんかこう見てもらったら分かるんですけど、今年のポケモンの世界大会が横浜で行われるってことで、8月の11から13っていう感じで、はい、自分もポケモン大好きなんで見に行きたかったんですけど、ちょっとこの期間は行けなかったってことで残念でしたけど、って感じで、こんな感じで新横浜駅も結構盛り上がっていて、そしてここでさっき取ってきた切符で新幹線乗り場まで行きたいと思います。で、新幹線4時間ぐらい乗ってるんで、まあ、途中でしかもね、ご飯食べてなかったんで弁当買いました。で、ここが新幹線の改札らしいです。で、これさっき売店で買ったお菓子だの駅弁だのジュースだの持って乗っていくわけなんですけど、これがのぞみ59号、博多行き19時10分、これが博多に行く最終便なんですよね。まあ、博多に行くとなるとね、19時10分、午後7時10分が、まあ、最終便っていう感じになってます、新横浜駅で。それで、これは新幹線がその新横浜駅に入線してくるところですね。まあ、新幹線に乗る機会は自分はあまりないので、とてもこの人のワクワクしております。ということで、新幹線の中に乗り込んでいきたいと思います。新幹線に最後に乗ったのはね、中学校3年生かな、おそらく、あ、違うわ、去年に1回静岡行った時に乗りましたね、新幹線。まあでも静岡は結構近いんですぐ着いちゃうんですけど、今回は博多まで行くってことで。そしてこちらが今日の夜晩です。崎陽軒のシウマイ弁当と厚木ひでかつさんと、それとなんかサイダー買いました。なんか地ビールならぬ地サイダーみたいな感じで、サイダーをまず飲んでいきたいと思います。めっちゃこの日も暑かったんでね、もう我慢できなくてサイダー買っちゃいました。そしてこれが崎陽軒のシウマイ弁当ですね。なんか駅弁屋みたいな感じのとこで買ったんですけど、他のなんか弁当は軒並み1500円以上してて高かったんですけど、この崎陽軒のシウマイ弁当だけまさかの1000円以下の900円ってことで、迷わずこれにしました。
崎陽軒とねシューマイっていうのは知ってたんですけど、まあ初めて食べるってことでお味の方はとっても美味しかったです。いやーマジで美味しかったですね。ボリュームもあって結構満足できる内容だったでしたね。そしてこれが厚切り秀勝さんと、なんかこういう旅行っていうかね、こういう電車に乗ってどっか行くってなると、なんかねやっぱりこういう厚切りの秀勝さんと食いたくなりますよね。ってことでちょっと買ってみたんですけど、まあこれも美味しかったです。これは700円800円ぐらいしてた気がします。なんか崎陽軒の弁当とあんまり変わんなかったですけど、値段はとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでね、まあ引き続き乗ってくるんですけど、まだ隣にお客さんが乗ってたんで、こういう風に iPad のあの蓋のカバーの蓋でこうやってカメラが見えないようにして撮影しています。結構眠たくなってきましたね。そしてこれが名古屋に着きました。名古屋に着いただけで名古屋に着きそうなとこですね。まあ、名古屋駅はね、まあ、思い出としては今年の3月にあの全国選抜見に来た時に名古屋駅の近くまでジョグした記憶がありますね。名古屋駅までジョグしたな、なんでジョグしたんだっけ、でも名古屋駅までジョグした記憶がありますね。なんかその日はねめっちゃ雨降っててね、びちょびちょになったっていう思い出があるんですけど、そんな感じです。なんか名古屋ってあんまり観光地がないらしくって、そんなのことあんのみたいな、ひつまぶししかないみたいなこと言ってたんですけど、まあそんなことないと思うんですけどね。まあ、とりあえず名古屋に着きましたということで、もうすごいですねやっぱり名古屋駅の前はね、いっぱいビルがある。はい、名古屋駅に到着しました。結構近かったですね。と横浜の次が名古屋だから、自分が乗ってきた新幹線は東京、品川、新横浜、名古屋ってことで、結構、まあ、新幹線の中では結構快速運転みたいな感じでなんでしょうかね。はい、ということで次は京都に着きます。まあ、京都もね、あの妹の遠征で来たっていう感じですね。この前その動画も上げてたので、よければ見てください。先ほど京都タワーも映りましたけど、はい、ということで京都に着きました。まあ、京都は自分が高校生の時もあの遠征で本当に京都駅のほど近くに泊まったんで、まあ、京都の思い出結構ありますね。まあ、修学旅行でも、中学校の時の修学旅行でも来ましたけど、まあ、その時よりも、まあ、遠征の思い出が強いっていうね感じですね。あの京都駅を南下してったところに、あの組山だでしたっけ、組山の体育館があるみたいな感じで、そこでよくっていうか、まあ1回だけなんですけど練習試合に行った記憶があっていう感じです。まあ、京都の思い出も、まあ、剣道でしょうか。ということでこれはおそらく新大阪なんじゃないでしょうかね。新大阪ですよ。ちょっとね間の動画撮るの忘れちゃったんですけど、次は新大阪、京都の次は新大阪ってことで、はい、これ新大阪って見えてますね。新大阪もね、大阪もね何回か来てるんですよ。あのなんかあるじゃないですか、小学校とか中学校の時にあの大阪でなんか都道府県対抗みたいな、あれに自分は小学校の時1回、中学校の時1回出場したことがあるんですけど、まあその時にね、まあその時はあの車じゃなくてあの新幹線で来ましたね。ということで次は新神戸です。新神戸の ね駅はあるんか、あの中学校の時にあの若和式だっけみたいなのが姫路であったんですけど、まあその時に途中に来たって感じですね。この電車は姫路には止まらないんですけど、まあ、新神戸、なんか新神戸はね結構駅がでかいって思われがちだけど、意外にめちゃくちゃこじんまりとした駅らしいです、駅舎。はい、ってことで、まあ、兵庫はねその2回かな、その若和式っていうのに2回出場させてもらったことがあるんで2回ほど来たことがあります。そして
このね、新幹線名物のカチコチアイスを買いました。ということで、まあ神戸、新神戸過ぎてきたあたりではね、先ほど見てもらった通りほとんどお客さんもいなくて、まあ隣のお客さんも京都だか大阪で降りてかれました。ということで、まあ結構スペースというか、後ろリクライニング、あ、これかリクライニングをね、まあ後ろのあの座席にもお客さんいないんで、まあ心置きなく倒させてもらいます。それで先ほどあの新横浜駅で買ったお菓子とかね、このコメダコーヒーのカフェラテみたいなので、あのくつろがさせてもらってます。いや、めちゃくちゃいいですね。新幹線にこんなに長く乗ったことはないんで、すごく新鮮な気持ちになりました。なんか新幹線ってだいたい大阪とかまでしか行かないん で、大阪行くまで2時間半とかでしたっけ、2時間半から3時間なんで、なんかくつろいでるうちに終わっちゃうんですけど、まあ、今回は博多まで行って4時間超かかるってことで、結構新幹線を楽しめてる感じがします。毎回ね、こうやって新幹線で行けたら遠征超楽ちんですけど、まあ、なかなか新幹線、今回も新幹線片道いくらしたんだっけな、なんか2万ちょっとしたような気がしましたね。新横浜から博多だと2万円ぐらい、2万円以上した感じですね。ってことで、4時間乗ってるとですね、飽きてくるんで、ちょっとゼミ合宿、自分は幹事だったんで、あのゼミ合宿の、まあ、ゼミ合宿といっても研究集会なんですけど、まあ、それのプログラム作りをしてるってことですね。プログラム作りって言っても、送られてきた、あの講演者の方 のタイトルをコピペして貼り付けるだけなんで、まあ、大層なことではないんですけども。ということで、次の停車駅、これは岡山でしょうかね。岡山もね、結構思い出がありましてね、去年のねインターハイが高知だったんですよ。で、高知行った時に高知は遠すぎるってことで、岡山で一泊して、岡山で中継して高知まで行ったんで、まあ、こうで、その時もね、あのジョグで岡山駅まで行ったん で、その時はもうあの夜遅かったんで、あのお店とか開いてなかったんですけど、まあその時の時間と今のついてる時間もあんま変わんないんですけど、まあそういったね思い出もあるんですよ。岡山結構いいとこでしたよ。なんか岡山城とかも大きかったし、街も綺麗だし、まあ、若干ちょっとね、夜岡山駅前ちょっと治安がどうなの、よろしくない雰囲気が出てたんですけど、まあでも、まあ、すごいいい感じでしたね、岡山は。ということで、岡山駅も出発してきます。ここでね、だいたい全体の多分3分の2とかなんかな、5分の3ぐらいなんでしょうか、わかんないですけど、まあ、半分はもう過ぎてるんじゃないですかね。そして、はい、次は広島です。もう岡山以降、岡山より西側は自分はもう未知の世界なんで、まあ沖縄には行ったことあるんですけど、まあ、それは空路で行っちゃうんであれなんで、まあ、もう広島にはね来たことがありません。はい、広島はですね、もう広島より西、つかです、岡山より西に行ったことがないんで、まあ、広島にも来たことないんですけど、特に思い出はだからないっす。なんですけども、広島といったらね、まあ、陸上が強いんで、はい、世羅高校強いっす。はい、ということで広島に着きました。なんか向かい側には、折り返しなのかな、逆側の電車ですかね、がありました。で、広島の駅も出発してきます。これ広島じゃないのか、もう一個徳山だっけ、はい、そして何の駅だかわからないんですけど、新幹線が入ってきましたって思った徳山ですね。徳山は岡山県なのか山口県なのかわからない。
なんですけど、徳山駅に着いて出発して、次は小倉駅です。小倉駅はもう確か福岡だった気がしますね。なんかここら辺になってくると博多に近づいてきたんで、あれこれは福岡に入ったんじゃねえか、九州地方に足を踏み入れたんじゃないかっていう感じだっていうね、あの記憶があるんで、もう小倉は確か福岡県だった気がします。違ったらすいません。ということで小倉駅に到着しました。次は終点博多駅です。ということで、これも博多駅近くなってきましたね。博多駅、はなんとなくわかります。まあ、なぜかっていうとね、まあ、よく福岡国際マラソンっていうでっかい、まあそれこそ福岡で行われる大会があるんで、なんかそこら辺に似てるなみたいな感じがありました。ということで、なんとなくここは福岡県だとわかります。ということで、まあ博多駅周りとなるとね、こんなにたくさんのビジネスホテル、東横インだのルートインだのなんちゃらインだのわかんないですけど、いっぱいビルが、ビルというかね、駅ビルじゃなくてデパートか、駅前にはデパートがたくさんあります。ということで、博多駅に入ってきました。博多駅の新幹線も結構なんか、まあこの時間だからでしょうけどね、まあ、23時50分ぐらいに着いたんで、まあその時間だからっていうのもあるんでしょうけども、人は閑散としております。ということで、こんなビデオで撮ってる場合じゃねえ、やべえ乗り遅れちゃう、乗り遅れちゃうということで、焦ってそこに来たわけなんですけれども、結構さっき見た感じだと、まあ自分以外にもお客さんはいることにはいるんですね、最終便なんで。ということで、この電車は回送電車となります。まあ、この博多行きはもうこれが最終なんだよね。もう日付も変わろうとしている時刻なんで、これが最終便ということで、回送電車となってきます。これが博多行きに着きました。で、こっからどうやってその宿泊場所まで行くかなんですけれども、もうね、日ももうまたいでるのかな、またぎかけてるんで、もう電車やってねえだろうとか思って、どうやって行こうかなみたいな、タクシーで行こうかなとか思ってるんです、この時点では。って感じで、まあとりあえず新幹線降りて、まあもう日付もまたぐところなんで、まあご覧の通りお店は何もやっておりません。まあこの時間ですからね、全然人はいません。すごい、でも綺麗ですね。下もなんか石、大理石、これは大理石というのかわからないですけど、綺麗です。東京の駅より、まあ自分はよく新宿駅とかに行くんです、新宿駅は使うんですけど、新宿駅の床よりは綺麗な感じがしました。ということで、まあさすが福岡ということで、明太子の自動販売機があります。ということで、博多着きました。初九州。もう今ね、時間がこんな感じなんですよ。なんですけど、まだなんか地下鉄が走ってるらしいんで、地下鉄でホテルの近くまで行きたいと思います。なんか息がこの時間なんで、なんか酒臭いっす。明日はね、8時から試合開始なんで、割とね、忙しいかもしれないですね。明日はね、あ、これか、どうやらここが地下鉄乗り場のようです。ということで、地下鉄に乗っていきたいと思います。どうやら自分が乗った地下鉄が、この地下鉄の最終列車だったそうです。まあ時間的にも、まあそんな感じでしょう。ということで、地下鉄に乗っていきたいと思います。ここ博多駅からですね、自分の泊まる、ホテルの最寄りまで、まあ、3駅ほどだそうです。ということで、そのホテルの最寄り駅に到着しました。もうなんかね、締め出されるよみたいなアナウンスがされていて、まあなんですけど、どこから出るかわかんないんですけどっていう感じで、もうちょっと警備員さんみたいな人にいて、こっちからだよみたいな感じで言われたんで、まあその通り
階段を上がって地上に出ていくことにしました。ということで地上に出られました。無事締め出されず、あ、無事締め残されずに済みました。ということで博多の駅、博多の街に初めてこう繰り出していくわけなんですけれども、まあ人いないっすねまあでもね、なんかまあご飯も食べてるし、ということでここからホテルまで向かっていきたいんですけれども、まあそのホテルまでの道順を調べてるとこっすね。結構まだ車通りは激しい。そして時刻が深夜0時21分となります。でこれが今日泊まるホテルです。なんかね、1階部分にコミックとかがこういう風にあっていっぱいあって、そういうのを部屋に何冊か持ち帰って読めるよみたいな感じですね。ということで無事自分の泊まるホテル717号室に到着できそうです。これがホテルの廊下ですね。結構新しめなのかな。ということで自分の泊まるホテルの部屋に入ってきたと思います。まあ鍵はオートロック式ということで入っていくわけなんですが、こうやって差し込んで、まあ、こういったお部屋になっています。結構綺麗で広いですね。広くね。なんかセミダブルみたいな部屋だそうです。今回のホテルは航空券とホテルセットで取ったみたいですね。セミダブルみたいな感じ。テレビもでかい。明日試合。ということで明日が試合なんで、まあちょっとドデカミンをねケーキ漬けで飲んで寝たいっていうふうに思います。ちょ下で、製氷機で氷入れてきたんで冷たくして飲みたいと思います。まあ、ホテルに着いたばっかりなんで本当はすぐ風呂入ってシャワー浴びて寝たいとこなんですけど、まあちょっとゆっくりしてシャワー浴びて寝ようかな。まあ多分もうこの時点で時刻はね1時を回ってると思うんですけど、ってことで翌日になりました。朝走り行こう、大濠公園がね近くにあったんでちょっと走り行こうかなと思ったんですけど、ちょっともう起きらんなかったです。結局寝たのが2時ぐらいだったんで、でなんか玉流器はね参加校が多いんで2日目もね8時から試合開始ということで結構ギリギリですね。でバスらしいんでバスのね乗り場がいっぱいあってねめちゃくちゃ迷いました。なんか聞いていろんな人に聞いてたどり着いたって感じ。そしてこれが会場ですね。会場の中はねあのビデオ撮影とか一切禁止なんでちょっと撮れなかったんですけど、ってことでこちらは帰りの博多駅、あ博多空港かで食べましたラーメンを。そしてここが美味しい明太子のお土産です。ということで、飛行機に乗り込んできたと思います。帰りはね行きはね東京から4時間かけてきたのに、帰りはなんかフライトの時間だけだとね1時間50分だっけな、そんなもんで着いちゃうらしいんで、やっぱ飛行機すごいっすね。なんか妹たちはフェリーで帰ってきたんで、まあ1日ぐらいかけて帰ってきたんですけど、いやすごいっすね、やっぱり飛行機は早いっす。ということで飛行機に乗り込みました。この日のね試合の結果ちょっと残念だったんで、まあ、落ち込んでいるようでいないのかこいつはまあこの動画を上げてるのがもうインターハイも終わってっていう時で、もうインターハイの動画もね前回上げさせていただいたんで、まあ、そちらの方を見てもらえればまあいろいろわかると思うんですけれども、ということでこちらが成田空港に着いてここから家に帰るというところですね。でも帰りはね成田空港からが遠いね。ということで、はい、着きました。成田空港に本当にまあ玉流器はやっぱりね大変っすね。勝ち抜き戦だし、まあ、やっぱり福岡開催っていうところでやっぱりね地元福岡がたくさん出れてて強いっすね。まあ
遠くの学校は移動疲れとかもあるでしょうから、まあ若干まあ不利なのはしゃあないということで、まあ、あんだけ大きい大会を開いてくれる福岡県の関係の皆さんに感謝ということで、はい、ということで今回の動画は以上にしたいと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。